皆様、こんにちは、まあ。二次対策ですけども、まあ、合格答案を書くための超実践道場ということで、まあ、あの俗に言う黒川道場です、ね、をご紹介させていただきたいと思います。まあたんえー、担当はアレックス・ニコシ、中小企業新梨の黒川です。 じゃあ、この、まあ、2次ですね。2次の答案作りのための、まあ、あの実践道場なんですけども。で、これがですね、まあ、どういった道場なのかっていうお話をですね、まあ、軽くさせていただきたいというふうに思います。で、まあ、2次対策って、まあ、なかなかですね、やっぱりこう、感覚がつかめないと。で、どういうふうに、どういう答案を書けば合格につながっていくのかなっていうところが、かなりですね、もやもやとした形が残ると思うんですよね。で、残ったままの状態だとですね、結構危ういんですよ。危うくて、 で、私もですね、あの、二次試験は、まあ、一回落ちたんですね。一回落ちて、で、次の年に、ま、あ一年間、二次だけの勉強をして、で、ま、あ二次、二回目で受かったという形で、まあ、二次試験に関してはですね、やっぱり一回落ちてるという経験が、まあ、ありますと。で、一回落ちたときは、やっぱりこう、ま、あ感じたのが、やっぱりこう、なんですかね、こう、やっぱりモヤモヤっとしてたんですよね。で、何が合格答案なのか全くわかんないという状態で、要は明確なですね、ぼ ここを超えれば、これぐらい書ければ合格なんだなっていう感覚がですね、一切身についてなかったんですね。なので、もう闇雲にとにかくもうひたすら書いて、で、まあなんかもう時間もギリギリになってバーンと出して、で、なんかいや、できたのかな、できてないのかなっていう感じですね。で、終わったという感じです。やっぱりふか蓋を開けてみると、やっぱりこう不合格ということになっていてですね、やっぱりかなり悔しい思いはしましたと。で、そこから、 やっぱりですね、明確に自分自身が目指す、こう、答案像みたいなところが、やっぱり見えてないと、で、やっぱそれまでに至るこの学習のプロセスも進まないですし、やっぱ結局なんか、明確な何か、目標値がないとですね、向かっていけないですよね。なので、ここを明確にする、合格答案。それも自分なりのですからね。で、論述試験なんで特に、やっぱこう、合格像。 とかかかける答案のなんか癖とかもありりますしそういうのがやっぱり一人一人違うんですよ違うので自分自身が目指すべき答案を具体的な姿で思い描くというところがすごくやっぱ大事だなと思っていてでそれをやっぱとにかくもうひたすらあの研究しましたとでそれが1年間ですねで私のこの2時の2回目の1年間をとにかくもう自分が何を目指すんだっていうところを まあ、追求した形でですね、まあ、学習したというところがあります。で、そこでですね、まあ、2回目受けたときは、結構ですね、やっぱこれぐらいかければ、まあ、合格なんだろうなっていう感覚がすごく身についてたんですね。身について結果かけたんですよ。かけて、で、財務も最終的にできて、で、まあ、あの、まあ、帰りの電車ですね。帰りの電車で、まあ、他の、まあ、じゅ受験生とかの会話を聞きながらも、やっぱり、いや、これは自分できたなと。 いいうう感じででままあ確信を持っって帰ったという形で、まあ、実際合格発表見たらやっぱり自分のあの番号があったという形でですねやっぱりこうそのま何ですかねこうその通りになったって感じですねです。やっぱりこの目指すべき姿が明確だからこその結果だなっていうふうにやっぱりその時は私は思ったので,でそれをですねやっぱり是非やってほしいなと。 ねみくにとにかくひたすら頑張りゃなんとかなるっていうようなもんじゃないですんでなんでこうやり方なんですよねやり方がすごくやっぱ大事なので自分なりのこう回答をこれを目指すんだっていうところをとにかく作り上げるっていうのがもうとにかく大事ですでこれは通常の講座だとなかなかそこまでいかないんですよねで模範回答がありますとで模範回答がこうなってますっていう解説をやっぱり見るとで模範回答と自分が書く回答ってかなりギャップあるんですよね ギャップあるんで模範解答こ,このレベルまで目指せますかって言ったら80分で目指す回答じゃないんですよ。でそれをですねやっぱりこう使いながらあの題材にしてですねやっぱ学習が進んでいくんでやっぱりなかなかですねこうもやーっとしたのがずっとやっぱり払拭されないということがきっとあると思います。なんでそれを払拭させたいがための道場です。がこ今回のこの道場ですね。 で財務はやらないです。財務はやらないで、事例1、2、3だけです。事例1、2、3の共通する部分があるんで、これを題材1個、1事例ですね。まあ、1なのか2なのか3なのかっていうのはお楽しみですね。お楽しみで、1事例をあの使います。1事例を基本的に使って、でそれをもとにですねあの、徹底的にその1事例をもう噛み砕いていきます。 でその中で皆さんがま,あまず普通に解きますよとで普通に解いた上でまあ解説をしますでディスカッションしたりとかってまあ通常のことはまあ,ある程度やりますけどもとにかく違うのがやっぱりこうそ,その上で自分が目指すべき模範解答ですね自分自身の自分が作った自分が目指すべき回答模範解答80分間で自分が書ける自分なりの模範解答ですを 作って欲しいんでですよでこれを徹底的に作ってもらうっていうのはこの道場のまあ一番のまあ目的ですねになりますでそこがきっちり作ればそれを80分で実現できれば大体受かるんですよもうもはやそれがですねもう合格基準です合格答案ですで合格答案が自分の筆から生まれるんですね 生まれるようになりますで、もうまさにこれを目指せばいいんだっていうのが自分の筆から生まれるようになるというのがやっぱり今回のこの講座のまあ、コンセプトでそれを徹底的にやっていくっていうところになりますなので明確なんですね明確だし違和感がないと自分が作ってるからですね自分が作っては違和感がなくてでなのでそこをですね目指していくような形でですねやっていくっていう講座になりますで ただ、ここでちょっと一つあるかな頑固な感じの人ですね。頑固な人。で、自分の意志を曲げない人はですね、なんか成長しないんですよ。成長どうしてもしなくて。で、やっぱりこう、いろんな広い意見を、まあ、まず受け入れるっていう姿勢が必要ですし、で、ちょっと残念ながらですね、自分のやり方をですね、いろんなこう、経験値とか、ま、あいろいろバックグラウンドがあると思うんですけど、一回捨てなきゃいけないですね。で、プライドとかもあると思います。でも捨てなきゃいけない。捨てて、 要は試験なんで試験対策なんでもう関係ないですよバックグラウンドとかその人の経験値とか業界固有の知識とかっていうのは関係ないですんで試験に受かるための考え方になのもう真っさらな状態から試験色に染めていかなきゃいけないですねなので一回捨てて捨ててでまっさらなクリーンな気持ちでぜひこの講座ですねあの聞いていただくと。 そうすると、すごくやっぱりこう、もう見違えるほど、普通に80分間ね解いた回答と、その練り上げた後の皆さんが作る自分自身から生み出した模範解答。これもう全然歴然の差が出ますんで、この差が出ないと、ちょっとやっぱり、あの、ひねくれてと。ちょっとなんかフィルターがかかってるんで、そこを取っ払う必要はあるんですけど、それをしっかり取っ払ってもらえれば、まあちゃんとそういうのが出来上がります。で、そこの評価ですね。 評価もしていきますんでで,で、そこのフォローですね。フォローをまあ私がやっていくという形になります。で、まあ、そういった形でまあ答案作っていただいてで。まあ皆さんのねまあ、フィードバックももちろんしますし。しでこれがいいのか悪いのかと。 いうところの評価だとか、本当にこれ模範解答になってますかと。でこれ目指して大丈夫ですかっていうところの不安ですね。まあ、そういうのがあったらまあ直接やっぱりあの聞いていただければいいですし、でまあ通学と通信ありますと。で通信の方も,も自分自身が作ったやつが不安だったらもうやっぱり質問投げてください。もうて添付する形でもいい何でもいいです。あのー、投げてください。でそれに対してまあ回答していきたいなと思いますので。 なんで、まあ、フィードバックはなるべくしたいなと思います。まあ、そういう意味では、まあ、なるべくは通学が良いですね。通学が良くて、で、まあ、梅田、梅田と池袋ですかね。池袋で開催しますんで、ちょっと日程ですね。日程をですね、あの、確認していただいてですね。で、まあ、6月にやりますんで、6月の日程ですね。6月23、24かな。で、やっていきますんで、まあ、あの、池袋と梅田ですね。に、まあ、来れれば、できれば、まあ、来てほしいと。 いうところはありますなのでまあこのまあ道場どっちかって例えばあのまあディスカッションとかもやりますしまあ通学メインですね通学メインのあの道場にはなってしまうかなと思いますけどまあ一応まあの通信はまああるはあるとあるはあるというところなんでまあなるべくならというところでまあ通学でま考えていただければというふうに思いますでその他まああの何をするのかとかま具体的なところもそうですしなんか いろんなあの質問事項がなんかあればですね、まあ、レックに投げていただいて、で、ぜ、ま、ひ、ああのー、この道場ですね、やっぱり二次対策ですね、しっかりやっていきたいという人には、まあおすすめというか。 もやもやっとしたままじゃなくて、まあ、2時も今年でもう決めたいんだと。まあ、1時まだわかんないけど、2時受けるかどうかまだわかんないという状態だけ、まあ、2時の能力をしっかり上げておきたいという方ですね。まあそういう方にもおすすめですので、まあぜひともですね、まあご検討いただければというふうに思います。ではですね、まあ以上で、あの、この2時対策ですね、の合格等案を書くための 超実践道場ということで、まあ,あのご紹介させていただきました。まあぜひご検討いただければと思います。では以上です。